7月27日に開幕するロンドンオリンピック、愛媛に関係する選手の大会への思いを聞きます。今回は陸上の村上幸文選手とボートの武田大作選手です。目指しているものっていうのは、限りなく上を目指したいので、さっきも言ったんですけども、記録を目指す理由っていうのはやっぱり日本記録っていうのをしっかり目指していきたいっていうのはありますし、そこを到達できれば、間違いなくメダル圏内というかメダル争いもできますので、僕の中にある、一番強い思いっていうのはやっぱりそこですね。記者会見で力強く抱負を語った村上幸文選手。北京オリンピックの後、2009年の世界選手権では銅メダルに輝くなど実績を積み上げてきました。今年6月9日の日本選手権では自己ベストの83メートル95を記録しましたが、伸び盛りのディーン元気選手にわずか8センチ差で敗れ雪辱を期しています。3度目の出場となるロンドンオリンピックでは主将の大役も務める村上選手。6月下旬からおよそ2週間、今治明徳中学高校陸上部グラウンドでトレーニングに励みました。一番いい時期じゃないかなと思いますし、過去の2大会っていうのが非常に、経験として生きると思いますし、そういった意味では何もない、問題のない状況で、ピットの上に立てるんじゃないかなと思っています。怪我の方も、足の方はしっかり感知したんで、やっぱり投てきというのは足元との、リズム、そういったもので投げるので、調整残り1ヶ月、その辺ですね、投げるタイミングと足元のタイミング、あと体のバランスのタイミングですか、そういったものをしっかり磨き上げていきたいと思います。主将だから、競技を頑張りますと、そういうふうなことよりも、そのオリンピックを終えて日本に帰ってきて、主将らしいことができれば、それが一番いいなと思いますし、当面ではやっぱり自分の競技というのが一番大事だと思ってますし、やっぱりこれを達成することで主将としての役割っていうのもしっかり、責任を持って達成できたっていうふうに言えると思うんで、終わってみてそういうふうに言われるような主将でありたいなと思ってます。そうですね、ずっと複数でいきたいなというふうに思ってましたから、それが叶ったというのは非常に、嬉しいですし、頼もしい仲間でもありますから、2人でですね、世界の舞台でしっかり投げ切っていきたいなと思います。本当にたくさんの人が応援してくれてるんだなと、愛媛のこの地に帰ってきて改めて思いましたし、そういうふうに考えればですね、槍を遠くに投げれば、喜んでくれると、すごく簡単なことじゃないかなと思ってるんで、簡単でなおかつ単純なことなんで、それがしっかり達成できるようにやっていきたいなと思います。本当にオリンピックの舞台で、堂々としているところ、何かこう可能性がやるんじゃないかなっていうような、そういうふうなものが伝わるような、立ち振る舞い、そういったところっていうのを見てもらいたいですね。これは本当に過去の経験っていうのがしっかり生きてこなきゃできないことだと思ってますし、やっぱりその最高のパフォーマンスを求めた上で、やっぱり、経験っていうのが絶対に来ると思うんで、Thank you.
男子軽量級ダブルスカルの武田大作選手。オリンピックは5大会連続で2度の入賞実績もあります。しかし前回の北京では13位と不本意な結果でした。雪辱を期した今回はアジア予選の補欠とされた選考結果に不服を申し立て、異例のやり直しレースを経て代表の座をつかみました。無事に、まずはオリンピックに出場権を取ってきてですね、5大会連続になりますけど、まずは出場して しますんで、正直なところまずホッとしてます。非常にまあいろんなことがありましたけど、やはり、強い選手が、オリンピックに行くっていうことができたっていうことは僕は良、かったなと。本当に特に辛かった時期がありましたので、ボートもやめるかなとか、どんな結果になるか、自分も楽しみでもありますし不安でもあります。でもしっかりやりますんで、見ててくださいっていうことで、あと応援もしてくださいと。僕は小学校5年生の時に実はオリンピック出たいなと思ってました。そしたら12年後に本当に自分の夢は叶いました。ですので意外と夢って叶うもんだなと思ってますので、ぜひね、今年は、ロンドンオリンピックは、日本選手団の中の、選手中で多分最多出場になりますので、5大会はですね、子供の数も実は4人でトップだと思うんでそういうのもありますので、あと年齢もですね、アラフォート世代としても、やれるぞっていうところをね、世界に見せつけてやっていきたいと思いますんで、僕はもうこのまま向こうまで歩いていくんで、北京が終わった時には武田さんはまだ続行するぞっていうつもりで。ああ、それはありましたね。終わった時にこれはちょっとあまりにも不甲斐ない時期だっていうのと、やっぱりオリンピックの借りはオリンピックで返すのがいいと思いましたので、今で多分アテネぐらいだと思いますよ。アテネぐらいのスピードは出ると思います。ただ世界もスピードがアップしているので、ですからあのアテネのスピードだったら、その前もよく話す入賞とか、いわゆる B 決勝必ず残れるかなと。順位決定の方には残れるだろうけど、狙いは2人で話してるんですが、やっぱ決勝残ってそこからさらに上を勝とうっていう話なんで、あとはその高いスピードを維持するテクニックと体力ですね。やっぱり今ちょっとそこがやっぱり課題でして、やっぃトップスピードはそんなに世界のトップと遜色ないんですけど、それが維持がちょっとまだどこまで持つかって、そう、とこがちょっとまだ下手くそなので、ですからそこをちょっと今から刺激をしながらトレーニングとして入れていこうというのが課題ですね。魚いりません？魚？煮魚、これでちょっと取ったんですよ。手掴みで。ほんと？ちょっと取っちゃう出したら、そんな手づかみ取れるもんなんですが、朝かなって感じなんですか。高校の時以来ですからね。20年ぶりぐらいですよ。20年以上前ですよ。なんか幸先良さそうですね。いいですね、本番で。よいしょ。8月4日のですね、日本時間で、夜の8時10分から実は決勝がありますんで、そこに残ってですね、ぜひともそのテレビで皆さんにお会いできるように、見せれるようにですね、